それじゃあお母さんお仕事行ってくるからお留守番よろしくね。よっしゃ自由だ。今日は8時まで帰ってこないって言ってたし、この間買ったゲームしまくるぞ。よし行け行け行け、そこだ。忘れ物しちゃったってあんた。あ、いやこれは。なんでお母さんも誘ってくれないの。いやそっち、僕が言うのもなんだけど怒りの矛先間違ってない。お母さんだってそのゲームやりたかったのに。やだ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 、もう仕事行かない。とんでもないこと言い出したよ。さすがにそれはやばいでしょ。わかった、じゃああんたが仕事行って。自分が何言ってるかわかってます。今から業務内容を説明するからちゃんとメモ取って。研修初日みたいなこと言わないで。なんで僕が仕事する前提なの。まずはポテトをフライヤーに入れる、そして3分待つ。なんか勝手に説明始まった。てかお母さんハンバーガー屋さんで働いてたんだ、知らなかった。3分経ったらポテトをろうそくに見立ててケーキにぶっさ。待って、これハンバーガー屋さんじゃないわ。どういう仕事。そのケーキを山根さんに味見してもらう。誰だよ山根さん。山根さんがダンディーな笑顔でグッドサインを出したらそのケーキは廃棄。なんで、サインと行動が真逆すぎる。紛らわしいな。山根さんがしかめっ面でため息をついたらそのケーキは廃棄。全部廃棄じゃん。何のために作ったの。ちなみに山根さんはバイトよ。バイトかよ、なんでそんな決定権持ってるんだよ。山根さんは遅刻にもすごく厳しいの。1分遅れただけで反省文10枚よ。じゃあ早く仕事行った方がいいんじゃない。そんな山根さんは昨日1時間21分の遅刻をしたわ。山根さん反省文810枚じゃん。山根さん絶対今も反省文書いてる途中じゃん。お母さんももう早く仕事行きなよ。今日4時からでしょ、今もう3時半だよ。帰ってくるまでゲーム待っといてあげるからさ。うん、お母さん勘違いしてた、今日1時から出勤だった。反省文1500枚頑張って。 Twitter のフォローもよろしく。お母さん全てを悟りきった顔で出てったけど大丈夫かな。まあいいや、ゲームの続きしようっと。いけ、そこだ。いいぞいいぞ。忘れ物ってあんた。あ、もうごめんって。お母さん帰ってくるまで待つから。ちゃんと勉強しなさい。いや二重人格、さっきと言ってること真逆なんですけど。そんなにゲームが好きならさくらちゃんと結婚したら。それを言うならゲームと結婚したらでしょ。どっからさくらちゃん出てきたんだよ。ゲームばっかりしてたらゲーム会社の社長になるよ。それはいいことなのでは。大出世コースなのでは。ゲームゲームゲームって、ゲームばっかり。もういいわ、白黒はっきりつけましょう。勝負よ、スマブラで。ゲームじゃん、ゲームで勝負つけちゃってんじゃん。知らないよ、お母さんが帰ってくるまでに宿題終わらせてなかったら反省文1500枚書かせるから。それお母さんの反省文でしょ。何息子に書かせようとしてんの。てか早く仕事行きなよ。こうしてる間にもどんどん反省文増えてるでしょ。いいのよ、反省文なんて書かないから。でも山根さんが。大丈夫、山根さん1ヶ月連続遅刻してたのよ。だからお母さんの権限で今日でクビにしたわ。いやお母さん店長かよ。ダダダダダークヒーロー、打ち抜いて世界は今日